彩り緑、カラーユアライフ。皆様こんにちは。あなたの人生カラーで変える、カラーのイメージコンサルタント、クレオみどりです。久しぶりになります。お盆休みを取らせていただきましてありがとうございました。今日も張り切ってまいります。よろしくお願いいたします。夏休みがだんだん終わりかけて、お子様たちの宿題、自由研究で頭を悩ませていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。そんな頃が懐かしく思われます。こちらのコロナ対策は万全に行われております。演者スタッフの検温を行っています。換気50分に1回行っております。番組入れ替え時にはスタジオ内すべて消毒しています。除菌機器がありまして、安心して生配信をお届けすることができます。こちらのスタジオは窓があります。そのため緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入ることがあります。どうぞご理解くださいませ。今日のプログラムです。今週のイベント情報、歌姫とセバスチャンの皆様のコンサート、ミニコンサート、おなじみですね。それから今週のトピックといろんな話、朗読コーナー、頑張ってまいります。そして今日のゲストは歌姫とセバスチャンのメンバーのお一人、素敵なメゾソプラノオペラ歌手の木村真紀さんのご登場です。なんと、もしかしたら生歌が聴けるかもです。皆様、最後までどうぞよろしくお願いいたします。まず今週のイベント情報から参ります。お盆休みは家族で宮古島に行ってまいりました。私は若い頃から海が大好きで、若い頃は真っ黒に日焼けしていましたが、最近は日焼け嫌だなとこう気を使っているんですが、やっぱり焼けてしまいました。家族みんな海が大好きで、子供たちが小さい頃から海で一日中過ごすなんていうこともしていました。島次郎の子供の探検ってご存知ですか？そんな感じで、いつも磯遊びでずっとお魚を捕まえるとか、そういう観察を家族でしていました。で、そんなためか長男は釣りが大好きで、魚の種類も詳しくて、どんな魚でも名前を売ってしまうんですね。うちの魚くんのような人です。で、3人の息子ともシュノーケルが大好きです。で、長男のお嫁さんも5歳の孫もシュノーケルするんです。5歳の子もずっとシュノーケルしたり、魚を捕まえたり、本当に面白い子なんです。宮古島は美しい海岸線と白い砂浜、サンゴ礁が美しくって、本当に色とりのお魚が見ることができます。そしてウミガメも見えるんです。時によってはイルカやマンタも見られたりすることもあるそうです。伊良部大橋も行きましたけれども、とっても綺麗でした。美しい海がずっと保たれるように祈っております。私たちもできることからしていかなくちゃいけないなと思いました。これは海岸でのリゾートファッションです。やっぱりファッションもリゾートでも楽しみたいものです。これはアリス&オリビエというところのお洋服です。ただ海は事故もあります。ライフジャケットをつけるなど油断は禁物ですね。皆様気をつけてくださいね。それから19日、老舗のジャズクラブ、オールオーミークラブで、プロボーカルジェームス・ケイさんのライブ、ゲストでお友達のミカさんとアキコさんが出演されていました。とっても素敵な歌と演奏を楽しみました。やはりライブはいいですね。ワンステージごとに窓の開け閉めをして空気の入れ替え、こちらのスタジオと同じようにコロナ対策が行われていました。
気をつけて楽しみたいものですね、いろいろなことに。そしてその前に素敵なお友達の貞子さんと、それから、幸子さんと待ち合わせをしてメルセデスミーカフェに行ってまいりました。ワンピースフィルムレッドのコラボイベントが開催されていました。8月30日31日まで行われています。新時代メルセデス EQB 誕生、新しい時代に新しい選択肢をということで、安全性、上質乗り心地はそのままに、ファミリーでも乗りやすい機能性を備えた今までにない電気自動車ということで展示されていたんですけれども、私もベンツが好きで乗っているんですが、こんな素敵な車に乗ってみたくなりました。でもちょっとこれじゃ目立っちゃってすぐにバレちゃいますね、どこに行っていても。でもきっとこれは息子たちは本当に欲しくなっちゃうんじゃないかなと思いました。本当に息子たちにとっては愛読書で、小田栄一郎さんをすごい尊敬してるんですね。これからの未来が明るく希望に満ちた時代となりますように祈っています。ありがとうございます、写真の紹介。それでは次、歌姫とセバスチャンのミニコンサート、今日はローレライです。どうぞ。彩り緑をご覧の皆様、私たちが歌姫とセバスチャンです。今日はこちらのスタジオから両手に花でお届けします。
晴らしい演奏ありがとうございました。本当になんか心が洗われます。ありがとうございます。ソプラノ前田陽子さん、メゾソプラノ木村真紀さん、ピアノ河合良一さん、アートにエールに選ばれた素敵な皆様の歌は牧エポックでも検索してみてくださいね。それでは朗読コーナーに参ります。二つの頭。原民喜。日曜日のことでした。有事の兄と兄の友達が鶴小屋の前で鶴をスケッチしていました。有事はそれをそばで眺めながら一人でこんなことを考えました。なんだい、僕だって描けますよ。鶴だって犬だって山の絵だって駅だって町の絵だってみんな描けます。僕の目にちゃんと見えるものならそれをその通り描けばいいんだから、だから何だって描けますよ。目に見えないものだって美しい美しい天国の絵だってそれもそのうち描けますよ。ユージはだんだん素晴らしい気持ちになっていましたが、ふとなんだか心配になりました。本当かしら、本当に僕は描けるのかしら。ふとユージはまだ明日の宿題をやっていないのを思い出しました。急いで家に戻って机の前に座りました。めんどくさい計算なのでユージはすぐに嫌になってしまいました。鉛筆を削りながらまたユージは一人でこんなことを考えました。嫌になっちゃうな、こんな宿題なんか僕の頭と兄さんの頭と取り替えっこすればすぐできるのに、首から上だけそっと取り替えできないかな。それでもユージはしぶりしぶりその夜宿題を仕上げました。その夜ユージはこんな夢を見ました。算数の試験でした。ユージは教室の机について紙と鉛筆を持っています。試験の問題が不思議にスラスラ解けていきます。ユージは頭のところが自分の頭ではなくて兄の頭になっているのがちゃんとわかります。でもそれは他人にはまるでわからないのです。ユージはいい気になって早速全部の問題を解いてしまいます。ユージ君、素敵だな。この問題が全部できた人はこのクラスには君しかいなかったよ。先生から返してもらった答案を持ってユージは家に戻ります。ユージはその成績をお母さんに見てもらおうと思います。でももし兄が本当のことを知っていたら、なんだい僕の頭借りたくせにと兄は怒るかもしれません。そこでユージは成績をそっと隠すようにして部屋の入り口から中を覗いてみました。すると驚いたことに兄は寝床の中でぐうぐう眠っていましたが、もっと驚いたのは兄の首から上はユージの頭とそっくりなのです。それを見るとユージは急に腹が立ちました。いけないいけない、僕の頭取っちゃやだい。ユージは猛烈な勢いで兄に飛びついていきました。その拍子にユージは目が覚めました。ユージの頭は隣に寝ている兄の頭にゴツンとぶつかったのでした。おしまいです。どうでしょうか、可愛らしいですよね。それでは次に参ります。今週のトピックといろんな話に参ります。皆さんご存知のようにエンゼルスの大谷翔平選手の活躍は素晴らしいですね。産経新聞8月11日の記事にベーブ・ルース以来104年ぶりの快挙、2桁勝利2桁本塁打を達成しました。
素晴らしいですね、誇らしいですね。ある専門家は100年に1人の存在と称賛されています。それからもう一つ、100年ぶりの話題が続きますが、第104回全国高校野球選手権大会で仙台育英が全国制覇しました。第1回大会1915年で準優勝した秋田中、現在の秋田校の開挙以来108年目ということで、本当に素晴らしいですね。おめでとうございます。その大会の優勝旗は大真紅旗と呼ばれていて、赤ですね。それがとても印象的でした。春の大会では大紫紺旗、紫と紺色の中間色となります。この最初の優勝旗は京都で有名な伝統工芸の西陣織の職人さんが作って、今で言うと1000万ぐらい価値があったと言われています。今こちらは2代目ということだそうです。そんなことから赤、今日のメルセデスミーカフェでも赤い車でしたが、今日は赤です。赤からは太陽や火の熱く活発なイメージが浮かびますね。エネルギーを感じさせる色でもあります。人が生きるために必要なものと多く結びついている赤は、他のどの色よりも強い刺激があります。気分を高揚させる。ですから試合で選手に赤のユニフォームを着せると勝つと言われています。皆様、赤からはどんなイメージがありますか？ポジティブイメージでは、勇気、愛情、勝利、積極的、そしてネガティブなイメージもあります。危険、緊張、怒り、争い、ということもありますね。物質では、炎、血、バラ、ガーベラ、だるま、トマト、ポスト、ランドセル、口紅、太陽、リンゴ。皆様はどんなイメージを持っていられますでしょうか。赤の好きな人の性格、決断が早い、行動力がある、負けず嫌い、目立ちたがり屋、怒りっぽい、感情が動きやすい、派手好き、なんていうこともあります。そしてとても印象に残るので、選挙戦でも大統領が使う色でもあります。トランプ大統領の赤のネクタイ、皆様誰でも分かりますよね。赤は勝負色です。ここぞという時には赤を取り入れてみてくださいね。全身に使うとか、ちょっと赤を苦手だななんていう方は、赤をどこかに持ってください。身につけてもいいですし、小物で持つのもおすすめです。精神的にここぞ勝ちたいという時には赤を使ってみてくださいね。それではいよいよお待ちかね、素敵なゲストコーナーに参ります。その前に動画をご覧ください。よろしくお願いいたします。If the sun will stop to shine, I will choose to be your one. But you'll never be replaceable, such a precious you are. Thinking day and night about you, it's my heartwarming time. Oh darling, please don't be far anymore.It's not as strange as tired of all. Is it to be broken, fading weak? But I surely know it's wrong for us. We don't need anyone.
why. Through the day and night, I will keep on watching over you, 'cause I'll be with you, just giving it up. マキさん、どうぞ。こんにちは。よろしくお願いいたします。本当お忙しい中ありがとうございます。いつもいつもこちら あの番組にはい、お歌を寄せていただきました。ありがとうございます。とっても人気なんです、あのミニコンサート。ありがとうございます。で、あの2年前ちょうどこの番組始めたまだ間もなくの時にソプラノの前田陽子さんにお越しいただきました。それからもうあっという間に今年でもう2年目、ね、はい、すごい、2年経つんだなと思って、お疲れ様です。ありがとうございます。で、今日はたくさんお話を伺いたいと思います。まず最初の出会いの写真をお願いいたします。こちらですね、ちょっと暗いんですけれども、そうですね、ちょっとパーティーでしたね。素敵だったんですよね、あの歌のね、大人の歌の会とやっているお友達の、三田信枝さんの会で、そうですね、最初ね、前田さん、3人で歌わせていただいたんですよ ね。ちょっと前田さんも、そうですね、とっても素敵でした。なんかあれが2017年だって伺って、ね、そう、ね、私も昨日お写真を掘り出してみて、ね、日にちが書いてあったんで、わあ、もうそんなに前なんだ、あっという間ですね。はい、でも本当に素敵なご縁でこういうふうにね、ご出演いただきまして本当ありがとうございます。前田さんに感謝しております。ありがとうございます。そしてこれは前田さんとお二人で、私が、あのお友達の 3.11 復興10年記念してっていうことで、そうですね、そちらのあの感謝の集いというのがありまして、そうですね、そちらに伺わせていただいて、ね、素晴らしい、ドレスのショーに、ファッションショーで、ウェディングドレスショーな感じでしたよね、駆けつけていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。そして毎回歌をね、ご提供いただいてます。ありがとうございます。なんかあの美しい歌声で、美しい日本語、なんかこれはみんな子供たちに聞かせたいと思っています、いつも、ありがとうございます。うちの孫とかも大好きです。で、この類の、 あの、歌姫とセバスチャンで取り上げてる、まあ、童謡唱歌などですね、だんだん歌われる機会が少なくなってきたような気がするので、これは絶対あの歌いつないでいきたいという、本当にそう思います、思いもありまして、いろいろなアレンジで、あの河合さんがピアノのアレンジもじゃんじゃんしてくださるので、そうなんですね、そうなんです、
本当いつもね素晴らしいなと思って、ありがとうございます。ます目で見てもドレスをね着ていらしてね、場所やっぱりそれもとても大事だと思うんですね。ありがとうございます。子供たちがこう見て、あ、こういう風な、なんか素敵な風に歌いたいなっていう風にね、はい、子供たちも出てくるかもしれませんし、そしてまず伺いたかったのは、はい、素晴らしい歌を歌ってらして、私もコンサートに伺って感動してるんですけれども、あのきっかけを教えていただきたいんです。きっかけですね。きっかけそうなんです、はい、まあ、時々最近聞かれる機会がありまして、はい、まあ、いろいろ自分でもいつだったかなと考えてたんですが、はいはい、まあ、あの歌は昔から嫌いではなく、はい、私自身は覚えていないんですが、はい、あの犬のおまわりさんをずっと小さい頃はエンドレスで歌ってたらしいんですね。でそれを聞いていて、あときっかけの一つとしては、うん、はい、あの中学生、中学3年生の修学旅行の時に、はい、バスで移動するではないですか、うん、はいはいはい、で、あの私宮城県出身なので、はいはい、そのバスで、まさに盛大くれ、あ、そうですね、ありがとうございます。はい、もうみんな ねすごいタイムに繋がりました。地元の皆さんも湧いてらっしゃるということで、はい、もう喜びですね。ね、すごいですね。はい、そうなんですね。それでバスで移動してる中で、はいはい、バスガイドさんが、あのカラオケやりましょうってなったんですね、はいはい、でみんなあのぐったり使あの夜ほら枕なんかしたか忘れちゃったけど寝てなかったんでぐったりしていて、みんな活気がないと、はい、なんかカラオケでもやりましょうってなって、はい、でその時に誰も歌わないっていうことになっちゃったんですよ、ね、疲れてるんで盛り上がらないですよね。で誰かっていう風なバスガイドさんも必死になっていらしたんで、でバスガイドさんがじゃあなんかオペラとかそういうなんか歌が好きな人はいないのか、うん、あなたの学校にはいないのかみたいな話になって誰も手を挙げないわけですね。でもういたたまれなくなったのじゃあ私なってみようかなみたいな、すごいそれがあのオペラ歌手っていうその職業を意識した瞬間と言われればそうですね、すごい瞬間ですね。そうですね、はい、でその単語聞いたのも初めてぐらいの感じだったので、あの、まあ、オペラまでは、うん、あの、はい、音楽の授業なんかで鑑賞の時間があるので、はいはい、その時聞くんですけど、はい、オペラ歌手っていう単語を意識したのはその時が初めてだったかなって、はい、もうあの、はい、ついほどもその時はもうおぎりで手を挙げてますから、うん、まさか本当になってしまったみたいな、ね、でもその時歌われたわけですよね、はい、そうですね。何を歌ったか覚えてますか。何かなこういうかなんか、あそうあもう全然オペラじゃないあの曲を歌いましたね。そうですか、はいはい、そうでした、ね、なんかちょうど金妻が流行ってたから、なるほどねその頃なんか年齢がわかりますねまだお若い、はい、それであのなんて言うんでしょうね、きっかけがそのバスガイドさんだったっていうことが ね、その方にお話ししたいですね、はい、そうです、はい、そうですね、はい、今その方はどうしてらっしゃるのかそのきっかけでオペラ歌手になりましたって言ったらすごくありがとうございますびっくりなさると思います。きっかけをいただきました、はい、だからどういうふうにして人生が変わるか分かりませんね。そうですね、全く本当に分かりませんね。木村さんご自身も、はい、きっとね、はい、こう例えば見てて、あ、こういう風に歌手になりたいと思うお子さんがいらっしゃるかもしれません、はい、でそんなわけでちょっと今日は無理にですけど歌っていただけますでしょうか、はい、でいいんでしょうか、歌ってしまう本当ですかちょっとアカペラで、じゃあ、はい、ちょっとよろしくお願いいたします、はい、じゃあヘンデルのオペラの中のアリアを一節ですね、はい、ちょっと歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。ラシャキオピアがミラクロダソルテエケソスピリラリエケソスピリエケ
ました。もう感動してなんかうるうるしてしまいました。本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございました。今は、日本語題だと私を泣かせてくださいっていう、はい、ありがですね、まさに泣けました、はい、ありがとうございます。皆さんもねきっと感動してくださったことと思います。本当に音楽って素晴らしいですよね。そうですね、はい、音楽のやっぱり力って、はい、力がありますよね、うん、す言葉を超えて、はい、世界の方からもやっぱりこう通じるものがありますもの ね、はいはいはい、ね、本当素晴らしい歌を生で、本当夢のようです。ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きまたお話伺いたいと思います、はい、それではちょっと写真をご紹介させていただきます。こちら素敵ですね。これはありがとうございます、はい、これはオペラの魔笛ですね。去年の、はい、秋に埼玉の朝霞文化会で、そうですか、はい、素敵ですね、はい、でこの衣装なんですが、はい、ちょっとセクシーすぎるというか、素敵です、素敵素敵、はい、うわおしゃれですね。これでこれがですね、はい、あの衣装さんのところからやっぱり、はい、借りてきて用意されるわけですよね、はいはい、でこれ全く同じ衣装を私あの着たことがあってですね、実は、はい、あそうなんですか、はい、その時のお写真もあるんですよね、はいはい、ちょっと見たいです、はい、それははい、これですね、はい、これは、だからお色気ちょっと控えめみたいな感じで、ちょっと長袖を、ね、はい、着て、あの演出の方の意向でいろいろやっぱりね変わるんですね、はいはい、演出によってね。あとはその舞台の広さなんか、はい、そうですか、あったりしますかね、はい、広いと、そうですね、あの露出しててもいい、うん、あまり目立たないんですけど、やっぱりこれはね衝撃状況の時だったのかな、はい、ね、はい、ちょっと生々しいとか何かあったんですかね、そんな感じ。あとは全体のバランスもあるでしょうし、うんうん、はい、そうですね、素敵です ね、はい、ね、全く同じ衣装を着させていただいて、はい、ね、なんかちょっとオペラ歌手の端くれになったかな。いやいや素晴らしいです、はい、ね、本当憧れます、はい、もうサイズが変わってなくて本当ですね、すごいですね、はい、何年間ぐらいのこうキラキラですか。これはあ5年ぐらいかな、5年ぐらい、はいはいはい、これコロナ前なので、素敵ですね、はい、次の写真をお願いいたします。はい、これも可愛いですね。これはですね、素敵、あ、このカツラがやっぱりポイントですよね、うんうん、なんかマリー・アントワネットみたいなフィガロの結婚、はいはい、モーツァルト、はい、これもモーツァルトですね、はいはいはい、の中のマルチェリーナっていうあのメゾソプラノなので、はいはい、女中頭みたいな感じの役ですかね、はいはい、なので、うん、あの普通の女中とは違ってちょっとゴージャスないでたちをあの着させていただいて、こういうカツラはどうするんですか、はい、ヘアメイク、あ、そうですね、はい、ヘアさんが持っていらして、はい、そうですか、そうです、そうです、はい、なんかこれは長い、はい、ただの長いのからご自身で編んだっておっしゃってました、はい、素晴らしいですね。そうすると独創的な形に仕上がるから出来合いのものではなくて、渾身の作ですね。じゃあ、ね、普通にはこう、ね、見たことないですもんね、こういう髪型、はいはい、はい、私もいろいろな場面でヘアメイクね、うん、していただくことあるんですけれども、この髪型は初めて見ました。そうですよね。でもこの時代のやっぱりスタイルでは、あのですね、うん、あったんだと思いますね。この実際に素敵ですね。はい、楽しいですね。やっぱり ね、オペラってこの衣装とかファッションとか、はいはい、その時代のこう、ね、文化とかね、その国のとか分かりますものね。まあ、同じ作品でもこう時代交渉によって現代演出になったり、はいはい、そういった面白みもありますし、はい、あとはやっぱり役柄が演じるっていうことで、はいはい、こういろんな人になれるかなみたいな、そうですね、素敵ですね、はい、次の写真お願いいたします。あ、これはコンサートですね、はいはい、オペラではなくてですね、はいはいはい、実はですねこれ、はい、私が木村真紀ワンマンショーっていうのを、はいはい、今年の秋もさせていただくんですが、はいはい、今年3回目、はい、第1回目の時なんですが、はいはい、あのさっきのあのカツラをかぶっていた伊賀野の結婚の稽古中に、はい、稽古場で骨折を、はい、このなんと2日前にしてしまいまして、本当ですか、あれショールでちょっとギブスが隠れてるんですが、そういうことなんですか、私は素敵なショールだなと思って見ただけでちょっと斜め掛けの、はい、
でもなんかもう、うわ本番があるのにどうしようどうしようみたいな感じで、はい、痛かったでしょ、そうですね、そんな骨折するなんて、もう逆に痛みを感じないぐらいこう、何かが出てしまって、はい、あの脳内物質がですね、で興奮状態で臨んだという、うわすごいですね、これだって骨折って大変なことですよね。そうですね、はい、あれを入れました、複雑骨折だったんで、それ器具を入れて2日前にすぐにそういう手術をしたいですね。それはギブスでやって、はい、これが終わってから、終わってからね、そうです、そうです、手術の日取りを決めてみたいな、なんかすごい思い出の一枚ですね。もうピアニストさんがもうね、ナイスサポートしていただいて、もう本当感謝でした。さすがプロフェッショナルでいらっしゃいますね。なんか普通だったらもう2日前にそんな状態だったら、じゃあちょっと申し訳ないですけど延期させてくださいってなっちゃいそうですけど、もうやっちゃいました ね素晴らしいです。やっぱりプロと素人の違うところでしょうかね。次の写真お願いいたします。あ、こちらですね。あ、はい、そうですね、はい、ここにも飾っていただいて、はい、はいはい、こちら作られたっていうことですけど、そうなんです、グッズをクリアファイルを作って、器用ですね、何でも作っちゃう。はい、そう、コロナ禍で先ほどの歌姫とセバスチャンもそうなんですが、はいはい、YouTube のチャンネルを開設させていただいたり、はいはい、あとは、自分でホームページをちょっと頑張って作ったりですとか、素敵なホームページですよ ね、 こちらですね、そうですね、ご紹介いただいてありがとうございます、はいはい、そう、あとはだから、そうですね、コンサート、うん、あとはその出張演奏、はい、いろいろなレストランですとかライブハウスとか、はい、こじんまりしたパーティーでも何かの、はい、皆さんの素敵なシーンにやっぱり音楽の力をということで、はいはい、出張クラシックっていうことで、いいですね、させていただいてますね、はいはい、あとはその生徒さんのレッスンですね、はい、はいはい、これいろいろ三本柱みたいな感じでやらせていただいてます、うん、はい、そうですね、画像がいろいろ素晴らしいです、出てますね、はい、こちらでね、皆さんレッスン受けたいっていう方とか、あ、そうですね、出張レッスン、はい、出張のね、でオンラインも今やってますし、はいはい、はいはい、レッスンはあとは私ちょっと自宅では環境が整ってないので、はいはい、スタジオ、都内のスタジオに出向いてレッスンという形になってますね、はいはいはい、詳しくはお問い合わせフォームから、はいはい、問い合わせいただければと思います、はい、ぜひ皆様、はい、よろしくお願いします、ね、はい、お問い合わせくださいませ、はい、ありがとうございます、はい、そして次の写真はどうなりますでしょうかね。あ、こちらですね、そうですね、これが10月のこちらチラシがあるんですが、はいはい、これが先ほど言っていました木村真紀ワンマンショー、これが第3回目、うん、今年の10月22日、そうなんですね、はい、で赤坂のストラドホールというところでさせていただくんですが、今回は、うん、私が所属している東京室内歌劇場の企画の中の一環としてさせていただくということで、はい、でプーランクのモノオペラで私しか出てこない、はい、すごい素敵ですね、出てこない、はい、見に行きたいです、あ、ぜひぜひ、はいはい、まだチケット販売しております、はい、あと配信もさせていただいているので、はい、何か心配事がある方はツイキャスの方で14日間ご覧いただけるので、ね、はいはいはい、ぜひどうぞ、舞台衣装がこれね、うん、シュミーズというね、極めて私のような体型のものには厳しい、どういうのなんでしょう、ピタッとした感じの絞らない、はい、ちょっとアスリートみたいに頑張って絞ります。いやでもいい声を出すためにはそんなに痩せちゃね、そうですね、はい、はい、頑張ります、はい、ぜひありがとうございます、楽しみにしております、たくさんの皆様見ていただきたいです ね、 そうですね、ぜひぜひ、はいはい、そうですね、本当にいろいろな、ね、活動をなさっていますけれども、はい、趣味ということも、ね、共通のことがあったんです、あ、そうなんです ね、 なんかね、はい、イメージとしてオペラ歌手の方はやっぱり日焼けしないとかねアウトドアしないってイメージがあるんですよ。私小さい時からのお友達が、はい、ピアノをねやってた人ってずっとピアノをやってるんですけれども、うん、彼女はまず日焼けしない、運動しない、手を痛めちゃいけないから、うん、バレーボールとか絶対ダメとかね、あ、はい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 、で万が一切っちゃいけないから小さい時は、うん、リンゴを剥いちゃいけないって言われてたぐらい、そういうイメージが強いので、はいはいはい、まさか海のスポーツはなさらないだろうと思ったら
宮古島のことをフェイスブックに上げたら、はい、私も来月行きますっていうふうにコメントくださって、はいはい、宮古島いらっしゃるんですかって、はい、歌うわけじゃないですかっていうことで言ってます。あ、はい、そう、これ去年撮ったんですね、道に行って、はい、ね、そういうことで、ね、すごい素敵です。のなさる、はいはい、ということなんですよね。もうにもにあって興奮したりしたり、はい、そうですよ、にも可愛いですよ ね、 可愛いですよね。あのいる場所が決まってるんですよねそうそう、ちょっと隠れて、ね、そうそうそう、隠れてねそこに見に行って、はい、そうです ね、 ね、カメとか、はい、ウミガメもいますよね、はいはいはい、あとね、ヒヤッとしたのはウミヘビがいましたね。いますいます ね、 ね、 ね、怖いですね、あとかって言ってね、そうそう、いますよね、ひょろっといましたね。そうですね、はい、そんなことでなんかとても親しみが湧きました。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。真っ黒になって帰ってきて、そうですか、はい、ね、でもなんかそういう風なあの牧さんもまた魅力的ですし、またこう役をなさる時でも幅が広がるっていうかね、いろんなことを、そうですね、はい、体験、はい、いろいろした方がやっぱり、そうですよね、せっかく生まれてきたので、そうですよね、はい、なんかとってもね、木村牧さんとお話しているとなんかこうオペラ歌手の方って敷居が高いなっていうイメージがあるんですけれどもそんな感じじゃなくて、海に行ったり、はい、普通の生活をなさったり、そうですね、ということですね、はいはい、ありがとうございます。そして、今後、はい、していきたい活動とか、あ、はい、そうですね、はい、どうぞ、これも宣伝してください、はい、すいません、直近ではこれが、これ残席3らしいんですが、もう3しかない、恵比寿の花わさび、はい、えにしさんというお店で、はい、あのシャンソンジャポネスクという日本語の歌 と、はい、フランス語の歌、はいはい、これを、ピアニストの上田洋さんと、はい、はい、させていただくんですけれども、まあ、これもワンドリンク付きでちょっと砕けたような回になってます。こちらはいつですか、これは、あ、ごめんなさい、日程が9月17日、はい、土曜日、そうなんですね、3時か、はいはい、で、はい、あとですね、9月28日すいません、これが、あ、先ほどと同じあの10月の、はい、22日と同じ赤坂のストラドホールなんですけれども、はいはい、こちらは9月の28日水曜日の午後からですね、はいはいはい、珍しいのが、うん、絵画と音楽のコラボレーションコンサートということ で、 素敵ですね、画家さんに5枚絵を描いていただいた、うん、であの愛の物語のストーリー、はいはい、ナレーションを入れながら、はいはい、そのこの絵にふさわしい、うん、あの素敵ですね、音楽ということで曲を入れさせていただくというような流れで進んでいくんですね、はい、これもあの、そうですね、配信がありますね、うん、はい、でこれはマキエポックで主催で企画させていただいてます、はいはい、ぜひ皆様も、そうですね、これも1時からなんですね、1時、そうですね、1時会場1時半開演です、ね、この放送と私重なってしまってあ、本当です、ね、生では見れないですが、そうです、ね、なんかアーカイブ配信とかありますか、はい、そう、配信あります、あ、そうなんですね、じゃあそれでお願いいたします、プレミア配信で14日間、プレミア配信で、はい、はい、ありますので、はい、皆様いらっしゃれない方もこういう風にプレミアムアーカイブ配信があるそうですので、はい、ぜひチェックしてください。もうコロナ以降やっぱり配信は便利というか、そうですね、ね、で、あの、はい、以前だったらチケット買ってらしても、うん、体調不良だとやっぱり自分の責任だから、うん、もうそれね、はい、なっちゃうんですけども、うん、そのおし、まあ、こういう小さい会だったらですね、はいはいはい、なんかそういう時にも配信のチケットをお送りしてカバー、ね、はい、そうすると14日間お好きな時見れたりね、そうですよね、そういったこともね、はい、対応は私の方ではさせていただいてます、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。そして皆さんチケット買いやすいですよね、そうですね、はい、はいはい、であとはそうですね、これからしていきたいのはやっぱりあの配信の時代で世界にこうアクセスが簡単にできるようになってきたと思うの で、うん、そうですね、日本の魅力をやっぱりどんどんね、うん、あの YouTube チャンネルですとか、はい、そういったことで例えば着物ドレス着たりですとか、うん、はいはい、あとは日本の歌ですね、うん、で世界中に、はい、広めていけたらなと、ね、ちょっと思っております。そうですよね、はい、なんか私も着物を着たり、着物ドレスを着たり、みどりさんもそう踊ったりしていますので、素敵 な、 なんかいつかコラボができたらいいですね。いいですね、やりましょう、ね、ぜひ近々近々ね、はい、はい、本当に、ね、はい、
ね、世界に発信、やっぱりあの、うん、コロナ禍になって世の中は変わりましたけれども、うん、その中でできることとか、うん、また逆に広がったこともありますよね。ありますね、はい、はい、そうですね。私もコロナになってなかったら、うん、この番組を持っていなかったんじゃないかと思うんです。あ、そうですか、はいはいはい、だってまさか自分でねラジオ番組を持つなんて、はい、出演させていただいたことはあっても全く思ってなかったことだったんです。うーん、でもこのお誘いをいただいた時に、はい、コロナ禍になって何もできなくなった、うん、で発信する場もなくて、うん、ミュージシャンのお友達とかも、うん、みんなこう行き場がないっていうところ で、私が何かできることないかなと思ったのがちょうどこちらとこうちょうどあったんですね。そしてこちらにいらしていただいてお話していただいたりすることができて、はいはい、それで前田さんにも出演していただいて、はいはいはい、本当に華やかにしていただきました。でその後もずっとご縁で毎回毎回あのね、はい、あの皆様の歌姫とセバスチャンの皆様の歌を流させていただきまして、ね、はい、本当にあの友達からも人気なんです。あ、本当ですか、はい、嬉しいです。で今日はなんと本当に夢のように生歌を聴けた、はい、そうです ね、 ね本当今度はねぜひ前田さんと2人でね、あ、そうです ね、 ね、デュエットとかも、デュエットとかね、はいはいはい、聞けたらまた素敵だと思います。 そしてもう一つですね、はい、だんだん番組があと3分になってしまったんですけれども、はい、人生を一言で言うと、はい、何でしょう。一言で言うと、はいはい、きらめき。素敵ですね、きらめき。素敵な言葉ありがとうございました。きらめきという、本当皆さんね100人100様違うんですよ。そうです、それでみんな、はい、綺麗だと思います。そうですね、うん、本当にそれぞれ美しく、うん、なんかこう生きていることが奇跡といろんなことを考えると思うようになってきました、うん、はいはい、毎日のことが当たり前ではなく、はい、そうですね、はい、特に私も、まあ、宮城県出身なので、はい、3.11 以降はそうですよ、ね、もうやっぱりそういう考え方変わりましたね、はい、そうですね、うん、当たり前ではないんだという、ね、はい、お父様がお時間にね、はい、あ、はいはい、いらっしゃるんですね、はい、そうですね、はいはい、石巻っておっしゃってました。石巻の隣ですね、はい、東松島市というところなんですが、はいはいはい、そこに妹様もいらっしゃるんですね、はい、妹と父が、はい、暮らしておりますね。そうですか、はい、じゃ あの今回の仙台育英の勝利をすごく喜んでいらっしゃるじゃないでしょうか、ね、ね、あの、はい、地元の地方紙の号外が、はいはい、今なんかみんな欲しくてたまらないとか言われてそうですか、はい、それも欲しいでしょ、きっとマキさんもね、欲しいですね、ね、はい、ネットでは拾えるんですけど、はい、実物が欲しい、そうですよね、妹さん見ていらっしゃいましたら、はい、ぜひ送って差し上げてください。本当にお父さんもずっと元気でいらしてくださるようにお祈りしております、はい、はい、ありがとうございます。あと1分になってまいりました、本当にね楽しくてあっという間に過ぎてしまいましたが、本当木村真紀さんの魅力が本当に素晴らしいとまた改めて思いました。歌だけではねなくてやっぱりお人柄、本当にお人柄が歌にもにじみ出ますし、そうですね、お姿にもあふれて本当に、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。もうありがとうございました。本当忙しい中いたくさんコンサート控えていらっしゃいますけれども、どうぞ体調に気をつけて、はい、お怪我など出さらないように。そうですね、もう気をつけます。宮古島も楽しんでいらしてくださいね、これから、はい、はい、ありがとうございます。皆様もまだまだ残暑もあり、本当に毎日まだコロナ禍も安心できない毎日ですが、どうぞ気をつけて、そして毎日を楽しんで、どうぞご自愛くださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。お元気で。